はい、皆さんこんばんは。はい、今回はですね、第281回どんどんみなからメディカスでございます。で、今回はですね、いつものようにゲストがおりませんね、隣におりませんけれども、今回はゲストはですね、私が今これやってますよね、メディカツ、これをですね、私は自分 TV、自分テレビ、一人でできるメディア、インターネットテレビ、自分 TV と呼んでおりますけれども、この自分 TV を私が教えてるんですよね、皆さんに、たくさんの人で、その受講生の皆さんがですね、自分 TV を自分で始め出したということで、その方々を今回はゲストとしてお招きします。で、実際ですね、この会場、ね、に来ていただく方もいますし、スカイプで、遠方の方はね、スカイプでご出演いただくという方もおりますので、ぜひですね、皆さんお楽しみに。自分 TV 始めてどんな風に変わったか、そういうところをですね、ぜひ、聞きたいなと思っております。で、また興味を持った人はね、ぜひ、私のところお問い合わせいただいてもいいですし、毎月セミナーやってますからね、セミナーにご参加いただけたらというふうに思っておりますけどもね。はい、早速で、これ Ustream というのを使ってます。 Ustream というのはライブ配信できて、なおかつリアルタイムコミュニケーション、ね、コメントを打つことができる。で、私が読み上げることによってリアルタイムコミュニケーションが取れるんですね。これが大きな特徴。この Ustream 使っておりますので、皆さんパソコンで見てらっしゃる方は、画面の右側ね、画面の右側にソーシャルストリームというコメント欄があります。ここでぜひね、コメントを打って送るボタンを押すと、そこに反映されます。で、送るときにですね、Facebook にログインか Ustream にログインをしていただかないとできないんですけども、まあ、Facebook やってらっしゃる方はね、すぐに Facebook ログインというボタンを押せば、Facebook にアプリが入ってですね、すぐできるようになりますので、ちょっと試しにね、やってみていただきたいと思います。早速ね、今日もね、ありがとうございますね、コメントたくさんいただいております。もう始まる前から、ね、箱崎さん、一番乗り、ね、名古屋の箱崎さん、あ、名古屋じゃないや、春日井市ね、春日井市ってな、愛知県、ね、愛知県春日井市ね、ご当地ヒーロー、春日井がのね、マネージャーをやってますね、箱崎さんでございます。こんばんは、着席なおみずこさん、お誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、55歳になりました、10月20日。本当にね、Facebook でもたくさんのコメントをいただいておりまして、本当嬉しいですよね、言葉の力、もう水子さん、誕生日おめでとう、これからもどんどん夢叶えてください、ね、本当そういうコメントを、ね、たくさんいただいてね、もう1年で一番嬉しい日ですね、本当ありがとうございます。久永さん、お誕生日おめでとうございます。ということで、さっきね、声がいつもと違う気がします、風邪でしょうかということでね、準備中からね、このテンションはちょっと出せないって、あ、どうもありがとうございます。もうちょっと準備なんでね、こんな感じでしたけども、やっぱ始まるとね、こう、背筋がぐっと伸びてね、ちょっと元気になっちゃうみたいなね、ところありますけども、神戸さん、ありがとう、名古屋から、くどいようですが、お誕生日おめでとうございます。くどくありません。全然くどくありません。何回でも言ってくださいね。ありがとうございます。実堂さん、ありがとうございます。ね、プラチナウーマン TV、水越さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。畑野さん、ありがとうございます。水越さん、ハッピーバースデーということでね、畑野さんね、顔のアイコン出してないから出すようにって今言ったらね、コメントで嫌だって来ましたけどね、ありがとうございます。村井さん、ハッピーバースデー、水越、鳥海先生、お話ししたことないから僕は知らないでしょうね、原田っちこんばんは、あ、知らないの？村井、あ、知らないなら知らないで方がいいと思いますけど、そんなことないね、そんなことない。村井さんからですね、今日ね、僕ね、昼前にね、村井君がいきなり訪ねてきて、ピンポンって、あれ、何かなと思ったら、ケーキを持ってきてくれました。やっぱりね、同級生、やること違うね。うん、でね、そのまんましまおうとしたら、その場で開けてくれと言うので、その場で開けてね、あ、分かりましたって、メディカスで見せろと。いうことで注文してます。あとでね、村井さん、メディカスで披露させていただきますよ。素晴らしいケーキ。ね、ぜひ食べたい、現場にいる皆さんとね、食べたいなと思います。菅沢さん。菅沢さん、久しぶりのコメントです。地元、武蔵小金井、小金井第一中学校の2年後輩、剣道部です。私が、そうだよね、僕が剣道部の部長だった頃に、1年生でね、非常に活躍してくれて、僕が剣道部の頃に一番出世したんじゃないですか、彼ね。今でも剣道やってますけどもね、水越先輩、お誕生日おめでとうございます。いろいろお世話になりました。もうね、ここじゃ言えないようなことをね、いろいろと菅沢さんには本当お世話になってますよ。僕もね、ありがとうございます。箱崎さん、どんどん宮からメディカツ始まりました。ありがとうございます。皆さん、どんどんコメントくださいね。トリムさん、ありがとう。メディカツ始まりました。本日は自分 TV 特集ですということで、トリムさんもね、本当、今日はどこから、ね、コメント打ってくれてるんでしょうね。千葉の、鳥海小児科からでしょうかね。本当ありがとうございます。あ、石川さんかな、これは。先輩方のお話を楽しみにしていますということで、石川彩さん、自分 TV をですね、今度、第1回目を配信することになりました。ぜひ石川さんね、リンク貼って、いつでやりますということをね、ぜひコメントで皆さん、バンバン宣伝してくださいね、自分 TV もね。石川さんはね、3D、何でしたっけ、プリンターじゃなくて、3D のジュエリー、ボディジュエリー。それをね、広めようとしてるね、ママさんですよ。素晴らしいですね。ぜひね、コメントしてくださいね、石川さんね。はい。でね、石川さんね、名前がね、これ、ちょっと分かりづらいから、できれば Facebook のアイコンでね、投稿してくれるとありがたいな。神戸さん、第281回、メディカツおめでとうございます。水越さん、ゲストたくさんいない？スカイプ、こんばんは。はい、ということで、日本人と喋ってないような気がしました。ね、後で、スカイプのゲストの方もたくさん来ますね。今、実際にこの会場に来てる方もね、2人ほどいますんでね、後ほどご紹介したいと思いますけども、で今日はね、たくさん出るんですよ、ゲストが。ということでね、1人、5分から7、8分のうちに終わらないと、9時過ぎるの確実です。っていうか、過ぎます、いつものことながら。9時で終わった試しがない、メディカツね。今日初めて見てる方もいらっしゃるかもしれませんけども、このメディカツというのは2010年5月から、始まりました。毎週火曜日の夜8時から1時間のトーク番組、私が会いたい人、話したい人をゲストにお招きして、進めていく Ustream の自分 TV でございます。でね、最初のうちはね、私の知り合いとかいろいろ著者の方、セミナー講師の方、いろんな方をお呼びしてたんですけども、第75回、私の憧れの北原照久さん、おもちゃの鑑定士、何でも鑑定団でおなじみの北原さんにご登場いただきました。もうね、会いたい、出てください、北原さん出てください、何回もオファーしましてね、そして出ていただいた、その北原さん、75回からですね、この自分 TV がパーンとステージが上がったような感じがしますね。でそれから、私のデビュー当時から憧れていた岩崎宏美さん、シンガーソングライターの杉正道さん、元巨人の篠塚和則さんね、でそれからですね、シンガーソングライターの、元アイドルの桑田靖子さんとかね、鈴木雄大さんとかいろんな方にもね出ていただきまして、本当にね憧れの方、このね私憧れてる方をこの自分の番組にゲストとしてお呼びして1時間、ね、このそばで本当にね、目を見つめながらね、それこそその吐息を聞きながらみたいなね。その話をね、1時間自分のものできると。これがね、自分 TV の良さですよ、皆さんね。これ私ね、本当初めてそれ感じております。柴本和美さん。北海道から柴本和美さん、ありがとうございます。鳥海海子先生、楽しみにしてますということで、ね、お知り合い。はい。北海道からありがたいですね。北海道行きたいな。僕の新婚旅行は北海道だったんですけどね。北海道、本当にいいところですよ。ね。ぜひ北海道の私の自分 TV セミナーやりたいと思いますので、ぜひね、主催していただけるとありがたいなと思っておりますけどね。はい。一人でガンガントークということでね、本当に一人のトークって、ね、意外と難しいんですよ、これ。ね、誰もいないところで、今日はね、ギャラリーの方いますけどもね、カメラに向かってね、話をすると意外とね、これ、僕は200今日で281回やってますからね、なんとなく話せますけども、最初のうちはなかなか難しいんですけどもね。で、今日はね、自分 TV 特集ということで、初めての方もいらっしゃると思います。自分 TV なんぞやということなんですけど、私が皆様にお勧めしている自分 TV っていうのは、たった一人で、スタッフがゼロです。ね、毎回私、スタッフいません。たった一人で、ね、配信できる、そのシステムで、自分のね、情報を、自分のありのままの姿を見ていただくということで、その人の魅力を伝えることで、ビジネスを加速させるという、そういうものなんですね、ざっくりと言うと。でまあ、女性の方とかね、まあ年配の方でも簡単にできるようにということで、私がお勧めしているシステムはまずここにありますけども、ウェブカメラですね、ウェブカメラ。ね、ウェブカメラ。これね、USB ですから、パソコンに USB ポンとつなぐだけで、このマイクね、これコンデンサーマイクですけども、ね、これマイク。これもね、USB なんですよ。つまり、カメラとマイクの両方 USB をパソコンにポンポンと挿すだけ。それだけでできてしまいますよということなんですね。で、ネット環境があるところであれば、どこからでもできるということです。で、私の場合はですね、もうビデオカメラ今使ってますから、ビデオカメラでもできます。ただですね、ビデオカメラを使いますとですね、ちょっとね、これでお見せしましょうかね。ビデオカメラを使うとね、こういうウェブカメラをね、こう使ったりすることもできるわけですね。こうお二人ね、今、鳥海先生ね、千葉にいると思ったらここにいましたね。で、原ちゃん TV ね、あります。で、私が使ってるのがですね、これですね、ビデオカメラ。ね、キャノンの G10 というのを使ってますね、ビデオカメラ。で、ビデオカメラのですね、ここにね、HDMI の出力があるんですね、出力。で、ここからね、HDMI の出力がこう、ビュー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 ってきて、ここに、これがですね、コンバーターと言いますね、こういうのをかまさなきゃいけないですね。ウルトラスタジオミニレコーダーっていうのがありますけども、これをかまして、ここからですね、Mac の場合ですね、これ、サンダーボルトのコードがあるんですね。こうビュー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 って。で、こうサンダーボルトのコードを Mac に入れて、まあ、これでできるということなんですね。まあ、Windows の方はですね、また違ったやり方があるんですけども、Monster Live X っていうものをかまして、USB でかますんですけども、まあ、そういったいろんな、ね、やり方がありますね。今日は特別にちょっとお見せしましたけども、まあ、こういうものを使って、ビデオカメラでもウェブカメラでもできます。はい。ね、コメントがね、いっぱい来ますね、今日ね。ありがとうございます。あ、寺田さんもね、間に合いましたということで、ありがとうございます。ビビットチャンネルね、後ほどご登場いただきたいと思いますけども、神戸さん、9時過ぎてもいいよ。今日は盛り上げるぞ。ヤッホー。ありがとうございます。すごい。いいな、このノリ。神戸さんのこのノリ、珍しいんじゃないね、ありがとう。実動さんね、北原さんの放送アーカイブ。もうね、こうやってね、このリンクをね、ソーシャルストリームに載せてくれるっていうのは、この醍醐味ね。ワンクリック。これでいけちゃうということですよ。だからね、この間実は、まあ、私の息子がちょっとね、テレビに、出ましてね、別に悪いことして犯罪で出たとかするんじゃないですよ。ちょっとしたことっていうとね、誤解して、いいことをして、ね、注目を浴びて、テレビに取材を受けましてですね、テレビ出たんですよ。ね、フジテレビに出させていただきました。まあ、テレビですから、まあ、僕らの世代っていうのはもう本当にね、テレビの、マスメディアのこう威力、パワーっていうのはものすごいじゃないですか。だからね、もう本当テレビ、まあ、僕なんかもテレビにね、こう出たい派なんですよ、どちらかというとね。で、まあ、テレビに息子が出ました。で、まあ、非常に反響はあったんですが、要はね、テレビ出たら、見ましたよって結構それで終わっちゃうところがありましてですね、これがね、やっぱりウェブとこのテレビのメディアの特性の違い、つまり今メディアで見てて、この Ustream もそうなんですけど、自分 TV 見てて、リンクとか誰か貼るじゃないですか。ここ面白いですよ、ここ来てくださいって言うと、そこクリックする。そのリンクに行ける。で、そこですぐに購入できたりね、いろんなことができるじゃないですか。そういうですね、アクションが、まあ、なかなかね、テレビはまたこれできない。っていうことでね、やっぱりネットってすごいな。まあ、もともと、インターネットでね、ネットでツイッターで拡散して、まあ、4万リツイートとか、すごい拡散して、まあ、うちの息子が注目を浴びたという経緯があるんですけども、このね、特性の違いはね、今回すごくよく分かりましたね。まあ、もちろんね、テレビはテレビで、いろんな人、ね、年齢層もありますしね、そういう見てる方もいるので、いろいろ違ってきますけども、一概には言えませんけどもね。石川さん、水越さん、ありがとうございましたけどね、リンク貼ってくださいね。はい。たまみさん、ブランディングの女王、たまみさん、こんばんは、席に着きました。あれ？あ、そうか、終わったのね、もう。そうか、はい。石川さんありがとう。10月31日金曜日14時です。第1回目は中野美紀子さんをゲストにお迎えします。ジュエルチャンネル。ジュエルチャンネル。ちょっと言いづらいですけど、ジュエルチャンネル。初めての自分 TV 第1回目の番組ですから、ぜひ皆さんね、応援してあげてください。よろしくお願いします。中野さんですか、大阪の中野さんもね、自宅で楽しむ子育てテレビというのをね、もうすでにやってまして、人気番組になってますけどもね。その中野さんがゲストということですね。ああ、鳥海さんありがとう。配信の機材がよくわかりますということでね、ありがとうございます。村井さん、原田さん、仕事の発注もう少し待ってみて、個人的なね、やり取りしないようにね、はい、読む方も読む方ですけどもね、こういうのはね、目で追ってね、読まないようにね、したらいいですけどね。ありがとうございます。ということで、何でもありですね、何でもあり。何でもありが自分 TV ですからね。はい。ということで、自分 TV っていうのはね、そんな感じで、その一人でできます。このテレビのようにね、発信できて、なおかつ、コミュニケーションが取れる、ね、見てる方がコメントを打ってきてそれを読み上げること、つまり深夜放送に出すハガキみたいなものですね。ハガキ読まれると嬉しいじゃないですか。それがリアルタイムで即できる、これが大きな特徴、ね、ということで、その1時間の番組の間に初めて見た方もね、その方のファンになる可能性が非常に大きいということで、この番組がね、1時間の間終わった後でこのゲストに出た方のファンになったり、その方のセミナー受けに行ったりとかね、本を購入したりとか、いろんなことが起こるわけですよ。例えば、講座だったら、この間もね、このゲストの方の講座、何十万という講座が1回番組出ただけですぐ終わったら売れちゃったとかね、そういうこともありますし、そういうことがいろいろ起こってくる。これ自分 TV なんですね。で、私はできるだけたくさんの人にね、やっていただこうと思って、このウェブカメラとマイクとパソコンという簡単な方法でね、できるようにしてありますけども、今日は早速ですね、そのゲストの方にまずね、ご登場いただいて、いろんな話をね、お聞きしたいと思うんですけど、まずはじめに、千葉でですね、小児科医、頑張ってますね、鳥海先生にご登場いただきたいと思います。どうぞ。よいしょ。はい、鳥海先生、どうもよろしくお願いします。はい、ちょっと今ね、あれ変える。どれだ。あれこれか。いや、さすがの一人トークですね。あ、そう。いや、すごいですね。あ、そう。そんなもうそんなことないですよ。関心ねしていただいてますけどもね、鳥海さんといえば、小児科医、誰もがね、誰もが鳥海さんといえば小児科医ね、千葉で小児科医をねされて、ご主人も小児科医ということで、で、自分 TV 始められたじゃないですか。なんでやろうと思ったの？そうですね、メディカツをしばらく拝見してまして、何の気なしにこう番組こう拝見するじゃないですか。特に別にこの人大好きとかこの人知ってるとか思ってなくて見ても、お話を聞いてるうちにこうどんどん引き込まれて、まさになんかファンになっちゃうんですよね。その1時間の間にファンになっちゃうっていうところがすごいなと思った。なりますね。でほろっとしちゃったりね。だからその人が出たらその人の本を購入したりとかね、そういうアクションってやっぱ起こすようになるもんね。ヒラリンさんの時に、落語家の、はい、落語家ので何の気なしに見てて、ちょっともうなんかお話聞いててほろっとして、本当に言っとく本当なんかね、まだ落語は拝見してないんですけど、いや僕いつか行きたいなと思いますね。拝見したことはすごくやっぱりお上手だしいいですよ。で、始められて、僕の自分 TV マスター講座というね、講座2ヶ月間受けて学ぶというね、講座に第1期生来てもらいまして、それから自分 TV を始めたんですけども、今やってるのが、はい、子育て応援 TV、ね、子育て応援 TV やってます。毎週火曜日の、午後1時半から。毎週でもね、毎週じゃないんですね、一応毎週目指して始めたんですけど、なんだかんだでちょっと、あんまり毎週できてないんですけどね。あまり毎週できてないんですけど、でもね、実際にその小児科医の先生が、ね、ライブで番組出るなんてことなかなかできないですよ、自分でね。だからぜひね、僕はもっともっとちょっと告知が足りないんで、もっともっとたくさんの人にね、知っていただくように、もったいないと思ってるので、これからに期待をしたいなと思いますけども、どうですか、あれやってて反応みたいな、反響というか。環境ですね。例えばこう配信してその後にYouTube に上げますよね、上げるんですけれども、それがやっぱりこう関心の高いようなテーマだと結構再生回数上がるんですね。全部見てくれるかどうかわかんないんですけど、結構なんか3ヶ月ぐらいで600回とか結構。結構見てるんだみたいな。やっぱりキーワードだよね。みんな関心があるね。特にお子さんの病気であったりとか。絶対心配してね。あとやっぱ嘔吐とか子供の嘔吐とかそんなテーマで、あと便秘かな、癖すごいよくね、あのお子さんの運、はい、ね、はい、お食事の中ですみませんね、運、ね、はい、ね、お子さんがね、あ、大事ですからお子さんは、大事ですよね、うん、それでまあ母とですねやってるんですけども、そうそう、ね、鳥海さんはあれ実のお母さん、実のお母さんと2人でやってるのよ。それがね面白い、魅力的、すごい色がね、お互いの色がね面白いんだよね。お母さんも出たがりでしょ、出たがり、実は出たがり、すごい出たがりなんですよ。そこがいい。なんでちょっと引っ張り込んでぜひやろうと思って、最初は「ええ」とか言って「ええなんで私が」みたいな感じだったんですけど、そのうちにあれですからね、この間言われたのが、私と母の配置の関係なんですけど、まあ、本当にウェブカメラでやってるから、ちょっとした位置の、私が前とか私がカメラ寄りとか、そんなんで結構違うんですよね、体の移り具合が違うんですよ。それでなんか父親に、実の父親に「お前佳代子ばっかり映ってんじゃないか」と「佳代子の方が大きく映ってるぞ」って言われたって言って、母が「ちょっとなんとかしなさいよ」みたいな「みたいな、このカメラの位置だけなんだけど」みたいな。あれだと30分でしょ、あっという間に終わっちゃうんだよね。やっぱ1時間番組では、でも診療の空いてる時間にやってんだもんね。そうですね、すごい、それがすごいよ。終わったらなんか本当にバタバタしてて、ね、もうちょっとね拡散してね、みんなに注目浴びてね、その時間帯特にママさん見てもらいたいんだよね。そうですね、ちょっとそれが、まあ、今後の課題というか、ね、課題を、もったいないもん、まあね、こういうね実際先生もやってるっていうことで、もちろんライブで大事ですけどもね、ライブでその後 YouTube に上がるから、YouTube で再生されて、まあ、そこでね見つけてもらうっていうこともありますしね、とにかくこういう情報発信をね本当に積極的にされてる、本もね出されてますしね、ぜひこれからも頑張っていただきたいなと思います。ということでちょっとね、今日いろいろな方と話さなきゃいけないんで、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、次はですね、スカイプですね。次はね、どういうか、せっかくだからジングル流しとくか、ジングルね、ジングル。次の方はこの方です。はい、ということでね、全然ジングルの意味がなくてね、次誰だか知らん。ちょっと待ってね。次、あ、実動さんいきますよ。で、実動さんね、実動さんはね、ちょっとスカイプでね、つなぎたいと思いますので、ちょっと待ってくださいね。次ね、実動さん。大丈夫かな、実動さん。ちょっと呼び出します。音入るかな、心配だな。あ、実動さん、どうも、ちょっと待ってね。はい。さあ、ですね、ちょっと待ってね、実動さん。ちょっと待ってね。はい、ですね、実動さん、もしもし、はい、はい、これ実動さんの声が聞こえてますかね、ちょっとねチェックしてもらいましょうか。はい、実動さん、どうもありがとうございます。今日はそちらに伺えずに申し訳ないです。とんでもないです。もうスカイプでもね出ていただくだけで本当ありがたいです。ありがとうございます。水子さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日でね、55歳を迎えました。ありがとうございます。で、実動さん、今ね、テロップにも出てます、プラチナウーマン TV ということで、まあ、実動さんも今ね、配信してますけれども、で、実動さんのですね、番組、これ一応ね、最初、まあ、毎月の火曜日14時からということになってますけども、まあ、これ不定期？そうですね、不定期にはなってますね。で、基本出張スタイルでいわゆる場所を決めずにで、ゲストの方のホームに伺うみたいな感じでやってたんで、で、まあ、そこがいいよね、面白いよね、実相さんね。そうですね、うん、そこで、まあ、なんか旅をしながら仕事をするみたいな感じが。私は、それで、一応番組開始が2015年3月から今年からということで、はい、第一線で活躍する光り輝く女性を紹介し応援するトーク番組ですということでね、素晴らしいですね。はい、で、まあ今ね、その、まあ、不定期なんですけども、まあ、これからね、はい、多分、今ね、画像では、山内智子さんのが出てるところが映ってますけれども、もともとその実相さんが、始めようと思ったきっかけって何ですか、自分 TV。まあ単純にただの視聴者だったんですよ、ね、メディカツ見てくれてたし、いろんなね、自分 TV も見てくれたよね。そうです、うん、ただの視聴者だったんですけど、まあ自分自身もなんかやって、見ていく間に自分もちょっと配信したいなみたいな感じに、ちょっと気持ちが変わってきて、その時に水越さんの講座があって、で参加をすることになって、で実際その学んで配信を今年の3月に開始することができたので。そうだったね、ありがたいよね。でまあ、自分さっきのトリングさんと同じように実相さんも、自分 TV マスター講座の、まあ、1期生ということでね、始めてくれましたけども、はい、鳥海先生とご一緒した1期のスクールは皆さんメンバーが濃くてすごい楽しかったですね、スクール自体も。そうだね、はい、で今これから実相さんがそのやってみたいというスタイルはやっぱりいろんなところでっていう感じですかね。そうですね、でまあ地域の活性化みたいな形でできればいいかなと思って、一番最後にまあ出張して配信したのが旭川から、北海道の旭川から配信したんですけど、その時に、まあ、現地のコワーキングスペースをお借りして生放送で放送したんですよね、ゲストの方をお招きして。だから同じような形で日本全国でできないかなとは思ったんですよね。なるほどなるほど。でまあそれができる、まあ私自身はその動ける立場なので、まあご依頼いただければ、まあ日本全国お出かけしてあなたの街からお届けみたいな。いいね、面白いよね。それができるのが一番私自身楽しいですし、であとまあ水越さんからこの動画の配信のスキルを学んだので、だからそのスキルも含めて全国に伝える活動ができれば、私自身は一番嬉しいなと思ってるんですけど。なるほどね。まあぜひね、いろんなところの場所から実相さん番組配信してくれる、光り輝く女性をね応援したいということで、ぜひそう一度そういうふうに興味があったら実相さんに問い合わせすればいいのかな。そうですね、メッセージをいただければ、ホームページもありますので、そちらの方からご連絡いただければ、すぐにお返事をします。はい。これからもね、そういう素敵な女性をねたくさん紹介してください。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ところで、あれちょっとね、足怪我してるけど、大丈夫？あ、大丈夫です。徐々に回復してきていますんで。気をつけてね。はい、はい、じゃあ、これからもよろしくお願いします。どうもありがとう。ありがとうございました。はい、失礼します。ということでですね。実相さん、今、スカイプでね、繋いでましたけども。まあ、実相さんもね、さっきの鳥海さんも自分 TV マスター講座というね、私の講座に、ご参加いただきました。そしてご自身でね、番組を始めているということで、私はね、そういうノウハウをお伝えして、みんなが一人一人、私がその配信を、その人の配信をしに行くんじゃなくて、その人が自分でどっからでも番組を配信できるというスタイルを確立していただくということをね、目的としてますんで、それでそれぞれのビジネスを加速する。ビジネスを加速するってどういうことかというと、まあファンを作ってもらうということがね、一番大きいんですけれども、その人のファンになってもらうには、その人自身のありのままの姿をね、まあ、見てもらう。で、この人はどういうふうにして自分の悩みを解決してくれるんだろうということをより分かりやすく伝えるということなんですね。そのためにこの動画、ライブ、ね、このライブしてる間は、編集も加工もできませんよね。ということはね、やっぱ信頼性が高い。今皆さんが見てらっしゃるこれライブですからね。まあこれアーカイブになったらね、ライブじゃありませんけれども、その間は編集も加工もできないありのまま伝えるしかないということでね、信頼性が高いわけですね。ちょっとコメント来てるのでね、あれすごいね、いっぱい。なにちょっと待って、どっからだごめんね。トリウムさん、トリウムさんじゃないや。柴本さんね、地道に癒しと健康頑張ってます。パチパチって、トリウム先生のことね。ありがとうございます。ね、玉美さんとか箱崎さんも喜んでますね。神戸さんもね、今日は根本お母様を置いてけぼりって言ってますけどね。ご自宅へね。こもりで。こもりでね。はい。今日、言っていいの、今日何だったか。ああ、いいですよ。鳥海先生、今日実はラジオ出演だったので、ね、はい、どこかって言っていいの？あ、NHK ね、NHK のラジオ出演してそのまんまねこちらへね、来ていただいたということでね、お忙しい中ありがとうございます。鳥海先生が原田です。これ意味よくわかんない。何これ？今ツイート、私のパソコン使ってツイートして。ちょっと今使えないんで、原田です。スマホがフリーズしているので鳥海さんのパソコンを借りてツイートします。神戸さん、村井さん、ありがとうございます。よくわかりませんありがとうございます、柴本さん、そうなんですよね、鳥海先生のすごいところはそこなんです。どこなんでしょうこれ、どこの話だろう。ああ、そうかそうかね。はい、実装さんもね、アーカイブをねリンクしてくれてます。ありがとう。あ、みゆきさん、名古屋のね、コーチやってらっしゃるね、みゆきさん、水越さん、こんばんは、鳥先生、はじめましてということで、ありがとうございます。みゆきさんもね、この間、名古屋で僕のセミナーを受けてくれまして、ね、ぜひ自分 TV やってほしいな、村井さん、実装さん、すごいって言ってますよ、ね、神戸さん、原田さん、バカボンちょびひげドクターシール、持参してますか？してないそうです。バカボンっていうの、あれ、バカボンなんてついてたまあいいや、畑野さん、トリウムさんの話を聞いて私もやりたくなってきました。自分 TV 月1でも大丈夫かな。ピース&ラバーズの活動を広めたいです。月1でも大丈夫ですよ。はい、マックさんありがとう。マックさんいつもね応援してくれてありがとうございます。水越マスターハッピーバースデーありがとう。実像さんの配信は玉美さんと配信したり似てるねって。そうですよね、確かに。そうそうね、実像さんも海外からやったりねしてますからね。手塚さんありがとうございます。水越さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。実藤さんこんばんはって言ってますよ。本間さんありがとう。水越先生誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本間さんもね、アップヘア育毛発毛チャンネルというのをねやってましてね、これどんどん広めてもらいたいですよね。もうとにかく素晴らしいものを持ってらっしゃいますから、商品も持ってますからね。私も使ってますからね。ぜひね広めていただきたいなと思います。寺田さん、佳代子先生のお母さんはいい味出してるんですよね。本当にいい味を出してる。いろんな意味でいい味出してますね。はい。ということで次はですね、どなたでしたっけ？寺田さんいきますよ。寺田さん準備いいかな、呼び出しますからね。ちょっと待ってね。こっちの準備してから。寺田さんね。音がね、大きいか小さいかがよくわかんない。ごめんね。大きかったら皆さんボリューム下げてね。寺田さん行きます。呼び出します。もしもし。はい。あ、寺田さん。はい。あ、ゆきさん今なんか留守番電話かと思ってた、はい、寺田でございますというのかと思って。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい。あ、いけね、ちょっと待ってね。寺田さんのこれ書いておきます。寺田さん、今日はどこからですか？サロンです。サロン。はい。どこにありますか？馬車道です。馬車道ですね。はい。なんていうお名前でしたっけ？ビューティープロです。ビューティープロ。はい。馬車道といえばビューティープロ。ありがとうございます。ということで、ちょっと待ってね、今、寺田さんのね、ところ出すんでね、どうだ、はい、で、寺田さんは最初、はい、私のセミナーを受けてくださったんでしたっけ？そうですね。そうだよね。原宿のね、自分 TV セミナー、受けてくださいまして、はい、で、その時にね、僕が感動したのは、うん、僕はメルマガやってるんですよ。7日間、無料メルマガっていうのを出してるんですけども、その7日間の無料メルマガを全部プリントアウトして冊子にして、いつも持ってますよっていうことでセミナーに持ってきてくださったんですよ。はい、もう感動しましたよ、僕は本当に。ありがとうございます。すごいいいものなんでね。いやいやいや、本当にね。で、そこで寺田さんセミナーを受けて、その後にワンデーコンサルを受けまして、はい、そして、はい、ビビットチャンネル。はい。始めましたね。はい。これどんな番組でしょうか？ですね、元気じゃないと綺麗は叶わないので、うんうん、その綺麗でいるための奥義と言いますか、うん、そういうものを発信してます。ねえ、元気で綺麗な100歳を目指すための生活習慣や美容情報を素敵なゲストとともに横浜馬車道横断メイドエステサロンから生配信ということですよね。恐れ入ります。はい。で、毎月第2、第4日曜日、基本はね、はい、違ったっけ今。あ、基本はそうなんですけど、ちょっと忙しいと抜けちゃいます。まあまあまあね、まあまああるよね。8時から9時、夜の。はい。ね、20時から21時ということで、はい。まあ寺田さんもね、非常に顔が広くて人脈があるということで、いろんなゲストをお招きして、はい。やってらっしゃるんですよね。はい。うん。何かゲストさんにね、お知らせがあるタイミングでお呼びしたいなと思うんですよ、せっかくなので。そうだよね。はい。うん。基本は何？そのゲストさんはお客様なの？うん、そうなんですよね。ただやっぱりエステに来てるっていうのを言いたくない方もやっぱりいらっしゃるので、ただやっぱり私の講座を受けた方とか、メイク講座やってるんですけど、うん、メイクの講座を受けてくれた方とか、うん、エステのお客様とか、うん、あとはもう一つの会社で私美容ドリンク作ってるんですけど、うんうん、そのお客様だったり。うんうん、そうですね。あとはこう仲がいい方とかね、はいはいはい、お呼びしてね、やってらっしゃるということで、で、まあ寺田さんはね、実は FM ラジオのMC もやられてるということで、月に1回ですけど、声も綺麗だしね、美しいしね、見た目も美しいし、もう天は二物を与えたかみたいなね。いや、とんでもない。いや、本当本当。ですごく話もうまいし、そうですか。だから好きでしょ、こういうの。大好きですね。ね、好きなのね。だから上手なのよ、すごく伝えるのはね。いや、でも昨日のセミナーを受けさせていただいて、やっぱりこの展開とかテンポとかね、もっと工夫しないといけないなって。昨日実はですね、この自分 TV というのは、自分 TV を番組を始めた方々が、毎月、会員制のね、私コミュニティを持ってまして、そこに入っていただいて、月1回ね、そのステップアップのためのセミナーをしてるんですけど、昨日がそのセミナーで会員の方10人ぐらい集まりましてね、私の Ustream の師匠の河合拓也さんという方をお招きしてお話ししたんですけど、面白かったね。すごいためになりましたね。やっぱり現場へ出てですね、やっぱり CM プランナーとかそういうこと経験されてるから、こう自分 TV でもワンカメでもね、どういうふうにしたら番組を面白くできるかっていうね、アイデアをね、いろいろとね、出していただきました。すごかったですね。あんなことできたら楽しいでしょうね。やっぱり楽しくやらないとね、自分がね。そうですよね。で、僕はね、そのセミナーのテンポもやっぱり良かったじゃないですか。やっぱうまい。うん、だからやっぱりお話は飽きられたらもうこれスイッチ切られちゃうので、いかにね、ずっと1時間聞いてもらえるか見てもらえるか。だからそういう意味ではね、僕はこの自分 TV のセミナーとかでも皆さんに始めるときは難しいこと言わないんですよ。とにかくゲストとお話しして魅力を伝えましょうと。で、最初はね、やっぱり自分でこう操作しなきゃいけない部分もあるので、あんまり難しいことやるとね、できない。だからその代わり1年経ったりね、50回以上やったりしたら、やっぱりステップアップね、自分でやっぱりバージョン上げるっていう感じで、そういうことをやってみるっていうのはいいことだと思うんですよね。そうですね。まあ、未だに私、大汗かいてますからね。毎回大汗かいてますけどね。でもね、でも番組自体面白いですよ。そうですか。うん。汗かいてるの分かんないから大丈夫。そうですか。時々ね、時々じゃないや、一回だけね、番組終わってエンディング入った時にね、寺田さんの、はぁーっていうため息がね、マイクを切ったと思って、思わずため息をついちゃったのが僕は見逃さなかったと、いうことありましたけどもね。でもね、なんていうのかな、一生懸命やったんだなっていうね、そういう自然なあれでよかったですよ。だから、どうですか、番組やってて何か、こう、面白いことが起こったりなんかありましたか？なんか、まあ、本当はね、私、人に会ってみないとわからないので、特に美容系ってね、やっぱり怪しい雰囲気のとこがあったりするので、人となりを知ってほしくて始めたんですよ、これを。で、まあ、ファン作りの一つとして、私はこういう人だよっていうのを見てもらいたくて始めたんですけど、番組の中で、一回うちボトルのデコレーションとかもやってるんですよ、ボディジュエリーとかもやってる割で、ボトルのデコレーション出したら、こんなのもやってますってカメラの前に出したら、買い物かごに入ってました。あら、買われちゃったわけですね、みんな見てて。そうです。でもね、そういうことはよくあるんですよ、この自分 TV ではね。あとなんかほら、あれも売れちゃったって、なんか飲み物、ワインじゃなくて、なんだっけ。なんかほら、スパーリングワインじゃない、なんか売れてたんでしょ。それがそのボトルなんです。それがボトルなのね。そうなんです。面白いよね。そういうことがあるからね。で、多分ね、これ番組やったらね、美香さんのファンがね、確実に増えてると思うんで、これからね、いやいや、本当。だからそういう意味ではね、これからますます楽しみなので、ぜひ継続が大事ですから、続けてください。あとはもう、来ていただく方に、ゲストさん女性であれば、うちは小顔のエステと、あとヘアメイクがつけます。あ、なるほどね。さすが、ここがいいね。ちゃんと抜かりないね。体験していただくっていう。はあ、なるほどね。そうすると感想いただけるので。そうだね。はい。それはいいよね。村井さんがね、寺田さんここで一曲って言ってますけどね。今日はちょっとね、ちょっとここではね。でもね、ぜひね、寺田さんの歌も聴きたい方もぜひですね、馬車道のね、サロンまでお越しくださいということで、寺田さん、これから期待してますんで、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、さよなら。はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、ということでね、ちょっとね、先に中野さん行っちゃいましょう。中野さんがね、ちょっと時間ないかもしれない。次、中野さん準備しておいてね。ちょっとコメント読みます。皆さんね、そうかそうか、本間さんね、スカイプ準備できてますということでね、ちょっと待ってね。どっから行けばいいんでしょうね、これ。ちょっと待って。すごい、いっぱい来て。メッセージが今日いっぱい来てね、すごいですね。ちょっと待ってね。池上さんね、水越さん、こんばんは、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。池上さん、いつもありがとうございます。池上さんはね、いつもね、コメント本当いっぱいしてくれてね、本当感謝してます。ありがとうございます。今日はオールスターですね、ということでね。いいね、オールスター。ありがとうございます。飯田さん、リーダー、誕生日おめでとうございます。嬉しいね。本当ありがとうございます。柴本さん、美香さんとはビューティープロの懐かしい。ご存知なんですね。池上さんは寺田さん、相変わらずかわいい、声かわいいにゃーっつってますけどね。FM でも番組持ってますよ。ね、そう、マックスありがとう。玉美さん、熱海でご一緒した美香さん、そうなんですね、一緒だったんですね。実道さん、村井さん、マックさん、ありがとうございます。哲夫さん、こんばんは。ね、トリムさん、馬車道のサロンオーナーの寺田さんのご登場ですということでね、ありがとうございます。馬車道ですよ。原島さん、こんばんは。ありがとうございますね。私も自分 TV セミナーに出ていただきました。動画制作会社のね、動画の撮影とか編集をされています。原島さんです。立川でやられてるんですね。水越さん、誕生日おめでとうございます。私の方が年上ですが、そうなの？若いな、原島さん。水越さんの生き方が大変勉強になります。夢をどんどん叶えていき、素晴らしいです。見習いたいと思います。私もまだまだこれから、もちろんですよ。北原さんね。何でもかんでも北原さん、67ですけど、もうすごいですよ。もうワクワクしてね、常にね、元気いっぱいで夢を叶えてますね。私もね、負けずに頑張っていきたいと思います。原島さん、ありがとう。最近忙しい。忙しいふりにそうしてセミナー参加できないなんて言ってますけどね。はい、ということで次はですね、中野さん、いいですか、中野さんね、お呼びしますんでね、ちょっと待ってくださいね、中野さん、準備しますんでね。とにかくね、全部一人でやってね、このたくさん人出すっていうのはね、なかなかね、大変なことですけどもね、面白いでしょ、見てて。いけない、中野さん作ってなかった、ちょっと待って。ちょっと皆さん待っててくださいね。これがね、またね、ライブのいいところね。あれ、俺作ったな、さっき。ちょっと待てよ。どこ行っちゃったんだろう。ちょっと待って。1、2、3、4、5。なかった。ちょっと待って。中野さん、今ね、今かとね、ドキドキしてると思いますけどもね、ちょっと待ってくださいね。中野さんは、自宅でできる子育てテレビと、ね、の中野美紀子さん。はい。自宅でできる子育てテレビ中野美紀子さんということで、これからね、お呼びしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。これがですね、ちょっと待ってね。とにかく一人でやってる。まあ、こう一人でやってるからね、面白いんですよ。ね。このバタバタしてるところがまたいいでしょいいでしょって言ってごまかしてますけどもね。こういうところがね、やってても楽しいですね。焦らない。ね。もう見てる人も、あ、またこれかと思う。そういう感じで見ててもらう。それがね、いいとこね。はい。ということで、中野美紀子さんをね、お呼びしたいと思います。ほら。はい。あ、これ。来た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 。呼んでます。あれ？もしもし。もしもーし。こんばんは。中野さん、ありがとうございます。お待たせしました。あ、水越さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。55歳になりました。はい、おめでとうございます。で、中野さんはですね、はい、実は大阪からですね、大阪から、今大阪だよね。はい、大阪です。ね、コテコテの関西弁でいつもやってますけどね。コテコテの関西弁です。今意識してちょっと出てませんか？出てますか？関西弁大丈夫ですか？はい。バンバン出してくださいね、関西弁、ね。はい。はい。で、はい、実はまあ小さなお子さんお二人でしたっけ？2人ですね、6歳と1歳。6歳と1歳のお子さんがいるママさんでございますけれども、なんと中野さんはですね、ベビー系の教室をされている方々、その方に集客のコンサルタントとかね、講座とかセミナーをされている集客のプロでございましてですね、はい、その中野さんがなんと私の自分 TV にご興味いただきまして、はい、まず最初に、大阪ですから、私の、はい、オンラインのね、セミナーを見てくれた。はい、うん。どうでした？あれ最初見て。セミナー見て、うん、まあ始めようと思ったら始めれたのかなと思ったんですけど、うん、やっぱ実際に、うん、操作を教えてもらわないと、うん、私は難しいなと思って。そうね。だからね、まあ中野さんもね、そこそこやっぱりパソコンやってるんだけど、うん、ここね、やっぱりね、プロに学ぶね。やっぱり持ち家持ち家ということで、やっぱりその時間をショートカットするためにお金を払うっていうね、もう僕ね、これすごく大切だと思うんですよ。ちょっとやってみて、あ、これ私でもできると思って始めちゃう人ってね、意外とね、続かなかったり失敗する方が多いので、うん、僕はそういうのよく分かってるんでね、だから中野さんみたいにね、すごい集客のプロの方が僕の講座を受けてくれたということで、これを受けてくれたのが、通信講座ということで、はい、動画を見ていただいて、分からないところをスカイプでね、画面共有してお教えするということで、一回も会わないで、そうですね。番組ができたんで、あれでも中野さん初めて2週間ぐらいで番組やったり。そうなんですよ。だから動画をもらう前に、うん、もう始めないといけないからっていうので、水越さんがスカイプで一緒に教えてくれたんですよ。早いんだよね。だって動画まだ見る前もういついつ始めるんですとか言って。そうなんですよ。申し込んだ時にはもう配信日が決まってたんで。ここがすごいでしょ。もうちょっと僕も焦りましたけどね。でもそれでもう実際にその1回目その通り始めたもんね。始めましたね、うん。ちょっと1回目はね、今から見てもなかなかドギマギという感じだったけど、はい、まあ今、はい、もう何回ですかもう。18回。18回ですね。はい、本当にね。それでもう毎回ね、やっぱり出てくるゲストの方がね、非常に素晴らしい方々で。またそのゲストの方が興味を持って番組始めるってパターンもね出てるよね。そうなんですよ。私の周り本当に番組始めてる人多いんですよ。ありがたい。で、まあ中野さんはそういうゲストの方をまあ番組にお呼びして、そのゲストの方をまあ皆さんに知ってもらうみたいなスタイルなんだよね。そうですね。はい。で、どうですか、その実際にゲストの方が出ていただいて、なんかいろいろなその効果みたいななんか出たりすることありますか？そうです。まあ一番大きかった効果は、うん、48万円の講座が売れたっていうのが一番大きな。一回出ただけでゲストの方が。そうですね。すごい。その番組終わったら売れちゃったの？そうですね、番組終了後に売れたっていうのが、はい。あと教室やってる先生が、うん、生徒さんが見てくれて、うん、子供がすごい喜んで見てくれてるから、うん、教室が行きやすくなったとか、家でも先生の様子が見れるからありがたいとかね。うん、でもあれでしょ、中野さんがこうやってメディア持ってて番組やってると、やっぱりゲストに出るっていうことは皆さん喜ぶし、私も出たいっていう人も出てくるでしょ。はい、そうですね、結構ゲストに出たいって言ってくれる方は多いですね。うん、そういうね、やっぱり自分たちが思ってる以上に人が評価してくれる、周りがね、っていうところがやっぱあるんだよね、これライブ番組ってね。そうですね。中野さんはその長女さんを出産後に引きこもってた事件あったの？そうなんですよ。長女を産んだ後に、うん、夜泣きがね、すごくって全然夜寝なくって、うん、で職場復帰も早くって、うん、寝ずに会社に行って、うん、ちょっとまあ鬱っぽくなって、うん、そこからちょっと引きこもったんですよね、うん、会社も辞めて。そういう時期があったんですよ。ね、それでやっぱりネットでいろんな検索で、うん、そう情報検索をとにかくすごいして、でそれで見つけてベビー系の教室に初めて行ったんですよね。でそれからそのベビー系の教室を逆に自分が集客してあげるっていう、そういう仕事になったわけ。そうなんですよ。自分が受けたそのベビー系の教室が楽しくって、うん、でこういうふうにお母さんたちがね、楽しめる場所を自分も作りたいなと思って始めたんですよ、教室を。なるほどね。それがもう今ね、コミュニティ部でいっぱい会員さんもいてね、中野さんも本当に素晴らしいんだよね。だからそういうベビー系の教室でちょっと集客に困ってたり、どうしたらいいのかって悩んでたら、ちょっと中野さんにね、ご相談していただけると、で自宅でできる子育てテレビを検索していただくと中野さんの番組出てきますから、そこから辿っていけば中野さんのブログにも見つかるしね。はい、うん、ぜひ中野さんのね、ライブ番組「自宅でできる子育てテレビ」一度ですね、皆さん、ごめん、何曜日の何時だっけ？木曜日の朝10時半から毎週です。うん、毎週なったのよ。そうなんですよ。毎週なった。最初はね、月に隔週だったでしょ、2回。そう、自信がなくて。しかも最初は30分番組だったんだから。そうなんですよ。僕は1時間にしろっていうのにね、最初30分番組でも30分で終わった試しなかったよね。ないですね、伸びちゃって。それでまあ毎週にして1時間にして、今はもう毎週ね、始めたということで、第2、第4木曜日の10時半から。まあ毎週木曜日10時半。あ、ごめんごめん。変わったんだね。そうなんです、変わった。毎週木曜日の10時半からということで、ぜひですね、中野さんの自宅でできる子育てテレビ、ぜひ皆さん見てください。はい、中野さんどうもありがとう。お疲れ様でした。どうもね、ありがとうございました。失礼します。はい、ということでね、さあ、もうたくさんのね、ゲストの方が出てくださいましたけども、次はですね、そう、ちょっとね、あとね、一応言っとくと、あと高橋珠美さんと、あと本間さんがね、出てくださるということで、本間さんと、原田さんということでね、ゲストの方、いろいろ話聞きますね。ちょっと皆さんね、今日、延長確実、ね、待ってる。で、ここでですね、実は、ちょっとね、ご紹介したいものがありましてですね、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっとコメント読もう、その前に。ちょっと待ってね。すごい来てる。八王子のね、ラブ八王子さん。ちょっと名前俺で忘れてた。ごめん。どうせしたごめん。今日は面白い思考ですね。面白いでしょね。西さんこんばんは。遅くなりました。とか、西さんありがとう。西さんは今ブレイク中ですね。西新宿、小顔、美容矯正サロン、西、ね。の西弘子さんですけども、今ね、もう大ブレイクで、中国ですよ。中国で教えることになって、しかもその教えるきっかけになったのが、あ、ちょっとさ、ケーキをさ、教えるきっかけになったのが、その西さん、自分 TV やってるんですよ。自分 TV に出たゲストの方、その方が、その中国のね、富裕層ビジネスをされてる方で、その番組に出たことが縁で、今度西さんがその中国へ行って、富裕層の方々に技術、そのサロンのことを教える、施術を教えるというお仕事をね、できるようになったということで、今度中国へね、行くんですけど、そういうね、動きもあるんですよ。いわゆる視聴者と自分でビジネスを加速するということもあるけども、ゲストの方とね、パートナーになったり、新たなご縁で、新たな動きが起こるということもね、この自分 TV の面白いところですね。面白いところですね。寺田さん、川本さんね、国立のデザイナー、川本さん、水越さん、お誕生日おめでとうございます。本日は面白い試みですね。ありがとうございます。なんとかね、準備時間なかったんですけど、やってますよ。なんて読むんですか、これ、サリーさんですかね。サリーさんかな。水越さん、はじめましてということで、ありがとう。あのね、サリーさんかな、このコメントね、入力するところ、コメント入力するところをクリックすると、左側に黒い三角形の、逆三角形のがあるじゃないですか。そこをクリックすると、Facebook とか Twitter のアイコンを選べますから、自分がもし Facebook やったら Facebook のアイコンを選ぶと、名前出てきますんでね、写真もぜひやってみてください。石川さん、ね、みっこさん見てますよ、ということね、みっこさん、毎度です。寺田さん、こんばんは。これね、はい。鳥海さん、ベビー系教室コンサルタントの中野美子さんのご登場ですね。ありがとうございます。謎の人物、神戸ですとかね。あ、中野さん、すごいですね、人気がね。そう。中野さんもね、もう、まだ始めたばっかりで、ね、スカイプでつないでね、配信とかしてね、すごいいろいろね、やってる。すごいですよね。そう。それで中野さん、そう、マックさん、ありがとう。中野さんが僕の講座を受けてくれて、自分 TV 始めて大阪で、そして中野さんが主催して、僕の呼んでくださったんですよ、大阪に。で、この間、今年の8月に、大阪でセミナーをすることができました。ね、中野さん、ありがとう。そこでまた新たなね、あ、それでここに今コメントしてる石川さんとかって、そこの受講、セミナーを受けてくれて、その方が僕のマスター講座を受けてくれて、今度第1回目の番組、もう嬉しいな、この流れがね、僕、本当にね、たくさんの人にね、この喜び、楽しみをね、味わってもらいたいんですね。ありがとうございます。実動さん、中野美紀子さん、自宅で楽しむ子育てテレビ、抱っこひもの使い方、産後ママのための体を戻すベビーダンス教室の、おっと、ちょっと待って、ちょっとそこ止まって、実はですね、今ね、こういうものが来ましてですね、ちょっと待ってください、まだですよ、はい、来ました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね。ちょっとこれは実は言わなきゃいけないのは村井さんが買ってくれたケーキなんですけども、じゃあ消しますね。こんなもんかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、でこれをね、切って現場にいる人間で食べたいと思いますんで。ありがとうございます。村井さん、ケーキありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。同級生のね、村井さんがね、買ってくださいました。ね、今日昼間にね、いきなり会社に来てね、水越これっつってね、持って、なんだろうとパッて入れたらケーキ。憎いな、やることが。ね、ありがとうございます。はい、西さん、水越さんに教わり、自分 TV 始めたおかげです。感謝してます。とかね、とんでもないですよね。西さん、本当あなたの実力です。素晴らしいです。あ、中野さんのコミュニティメンバーの福永千佐です。千佐さん、ありがとう。そうなんだ、嬉しいです。ありがとうございます。こう新しい方がね、コメントしてくるのがまた嬉しいね。自分 TV との出会い。ね、ここ自分 TV を介してこうやって縁がつながるというね、嬉しいですよね。リアルタイムがね、これも嬉しいですけどね。これね、今ケーキをね、持ってきてくれましたね。もう一回しましょうか、ちょっとね。これしつこく映さないとね、村井さんうるさいですからね。ちょっと待ってね、これね。これでしょ、これ。皆さん、どうこれ、美味しそうでしょこれ。いちごが乗ってるの、これ。これな、僕の大好きな生クリームでね、囲まれてまして。このイチゴでかいのよ。また素敵じゃないですか。これ結構うちの奥さんが見たら、ね、有名なね、ケーキ屋さんでしてましたね。水越しくってね。ありがとうございます。もうね、やっぱこう番組の中でね、こういう風にしてね、お祝いしてくれるっていうのはね、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まず今だけ見たら2人が買ってくれたみたいな絵面になってますけどね。まあいいじゃないですかね。村井さんいないしここにはい、はい、村井さん「from 村井 with love」って書いてありますけどね、よくわかりませんね。ありがとうございます。寺田さんパチパチパチ、千佐さん、千佐さんありがとう。お誕生日おめでとうございます。水越さん、福岡にも来てほしい。あのね、すごい今僕ね、福岡でねセミナーやりたいっていう、来年は福岡でやりたいという夢なんですよ。福岡セミナーぜひ呼んでいただけるとありがたいですね。福岡で僕やりたいなと思ってたんで、もうこのコメント嬉しいですね。川本さん、美味しそうな立派なケーキ、ハビバーね、マックさんありがとう。ケーキ美味しそう。千佐さんありがとう。玉美さんおめでとうございますということで、ありがとうございます。ケーキ美味しそう。本間さんありがとう。中野さん、水越さん、福永千佐さんも番組されて、そうなの？ごめんごめん。そうなんだ。千佐さん番組されて、なんか言ってたね。千佐さん番組されてるんですね。ぜひリンク貼ってくださいよ。宣伝しましょうよ。ね。みゆきさん、村井さんからケーキですか？村井さん優しいですね。ね、そういうことにしておきましょう。ありがとう。そんなことない。本当に優しいですよ。彼はね。ありがとうございます。見かけによらずね。はい。ありがとうございます。しすいさん、こんばんは。しすいです。止水です。紫の水と書いて止水さん。水越さん、お誕生日おめでとうございます。今から拝見しますね。止水さんから私ね、素敵なプレゼントを実はもらいましてね。本日、止水さん、ありがとうございます。今日届きましたよ。ありがとう。川本さん、買ったのは村井さん。そう、買ったのは村井さん。買ったのは村井さん。買ったのは村井さん。ね。これ言っとかないとね。はい。ありがとうございます。ということで、じゃあ次行きましょうかね。ケーキ食べる前に行かないとね。次はね、玉美さん行きましょうかね。玉美さんの次は本間さん行きますからね。まずは玉美さんね、ちょっと待ってね。玉美さんに突撃インタビューを行きたいと思います。じゃあスカイプつなぎます。あ、ちょっと待って、その前にね、これ出すからね、ちょっと待ってね。玉美さんはどこだっけな。ちょっと待ってね。これだ。さあ、じゃあ今度はね、玉美さんスカイプで呼びますよ。玉美さん今日どこにいるのかな。今日どこだろう。オーストラリアかな、スイスかな、どこだろう。さあちょっとね、呼び出したいと思います。玉美さんを呼び出します。こんばんは。こんばんは、たまみさん。はい、どうもこんばんはです。お待たせしました。いやいや、水越さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当にね、たくさんの方にね、お祝いを言っていただきまして、本当にね、感謝感謝でございますよ。いやいや、ね、それだけで、ね、愛されてんですよ、水越さん。いや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 、とんでもありません。ありがとうございます。たまみさんといえば、ノマドワーカー300日ということで、自分 TV をされてますけれども。はい。まあ、たまみさんはね、以前から、真海清美さんから、いろいろとね、セミナーを受けたり、いろんなことを教わりながら、ユーストやってましたけども、はい、まあ、本格的に私からね、プロデューサーの使い方とか、私がお伝えすることによって、自分 TV をまた始めたんですけれども、そうですね、水越さんに、そうそう、ユーストリーム、なんです、ユーストリームのね、プロデューサーの使い方を教えていただいたんで、Ustream の何でしょう、配信の仕方がちょっと幅が広がりましたよね。さすがうまいですね。いえいえ、画面のほら入れ方とかね。そこすごくありがたかったです、本当に。で、昨日も河合さんのね、さっきお話ししましたけども、自分 TV 活用塾の会員のみんなで月1回のセミナー、昨日河合拓也さんっていうね、講師の方にお話聞きましたけど、勉強になりましたね、昨日ね。ありましたね。やっぱりUstream の黎明期っていうんですか。にやっぱりこう立ち上げられた方だから、そこからずっとこういろんな映像のお仕事なさってますでしょ。詳しいよね。だから番組構成の仕方ですとかポイントだとか、本当こまごま教えていただいたんで、ねね、だから僕たちね、やっぱり最初はね、本当難しいこと言わずに、ただゲストの方とお話しするだけでいいんですよっていうところから始まってますけども、やはりある程度経ったらね、ちょっとステップアップのためにいろんな工夫をしていくってこともね。そうですね、本当大事だなと思いました。はい、で、まあ玉美さんはこのノマドワーカー300日ということで、海外からもそうですね、非常に苦労しながら配信されてますよね。そうですね。やっぱ海外ってネット環境が違う。よくない、よくない。よくない。基本的には、Ustream 配信ができる場所少ないです。3ヶ月ごとにやっぱりなんていうんですか、配信の環境って変わってくるんですけども、やっぱり日本がネット天国ですね。やっぱりね、それ行ってやってみないとわかんないよね。だって iPhone で道路で配信できちゃうでしょ。日本はね。これそれすごいもう天国ですやっぱり。だよね。だからなんちょ海外っていうのは結構配信できる場所が限られちゃうんで。いやだから本当にねオーストラリアから真海清美さん頑張って配信してるなと本当につくづく。本当だよね。感心します本当に。で玉美さんは、まあもちろんノマドワーカー300日で配信してますけども、お仕事はまあどういうデザイナーですか？個人とか企業さんとかなんでしょうね、いろんな事業主さんとかレストランチェーンですとかね、そういう方々のブランドのイメージをデザインをまあトータルにして、それでコンサルする仕事してます。でこの玉美さんが実はメディカツにゲストに出ていただいたことがあって、まあその時も反響大きかったでしょ。そうですね、180回目に出させていただいたんで、2013年の12月だったんですけどね、その時にですね、配信中に、メルマガのお申し込みが70人ぐらい来ました。配信中にですよ皆さん。中2からですよね。70人メルマガ申し込み来て。で配信後終わった後に高額商品が2つ売れましたね。2つ高額商品が売れた、それをねやっぱり見て玉美さんの魅力、この方ならということでね、これがやっぱり伝わるということですよ。ありますね。あとですね、やっぱりそのメディカツの出させていただいた時に、私が今でもやってるブランディングセミナーの内容を、それこそ事細かくお話ししたんですよ。だもんだからそれを見てやはりセミナーなんかの申し込みなんかも来ますし、あとその、私のセミナーに来る前に水越さんの私が出た水越さんの番組、180回メディカツを見てからいらっしゃる方も結構いらっしゃるんですよ。だから、今 YouTube の再生回数が1300回ぐらいを超えてますね。もうこれはね、やっぱ1時間番組でそれだけの再生回数すごい。すごいですよね。私もちょっとびっくりしました。それだけね人気がある。で今の玉美さんがやってる番組っていうのは毎月の第2第4水曜日の21時から。そうです。明日ですね。明日ね9時から夜9時からやりますんで。明日ねさとぴよちゃんなんですよ。あそうだ。ねメディカスでもおなじみの大分のね栄養士の甲斐さとみさんがゲストと。ということでね、この間ハラちゃん TV に出たと思ったら、そうなんです。引っ張りだこですね。彼女もね、本当人気者ですから。まあでもね、まあいろんなユースト版こう自分 TV 出てきましたけどもね、やっぱりそれぞれ色があるから、いろんなところに出てみたいっていうこう出る側としてもね、やっぱ思いますしね。多分なんでしょう、パーソナリティによって、番組雰囲気も違うじゃないですか。違うからね。だから。私なんかがゲストにお呼びするときは割と知ってる方とかクライアントさんだったりとか受講生さんだったりするもんですから、割とその起業前のご苦労した時のこととかね、まだまだちょっとこう売れてない時のこととかね、そんな話にこう花が咲いたりはしますよね。そうだよね。まあそれがね本当、まあ玉美さんも本当にね、なんていうの聞き出すのがお上手なんでね、いやいや本当番組見ても本当飽きないし、ただ僕も含めてだけどね、やっぱりこれからちょっと番組をこうテンポよくできるようなね、いろんな仕掛けもねしていかなきゃいけないかなと思ってます。そうですね。1時間の中でのやっぱり番組構成をちょっとこう見てる方に楽しんでいただける、もっとね楽しんでいただけるように。した方がやっぱいいですよね。そういう意味ではね、僕本当これからの自分 TV がみんなの自分 TV が本当楽しみなんで、玉美さんもぜひですね、これからますますブラッシュアップしていい番組作ってください。ありがとうございます。まあまだまだなんですけど、ね、水越さんの背中を追っかけながら、いやいやいや、ちょっと精進していきたいかなと思ってるんですよね。で、ぜひですね、皆さんブランディングとかね、やっぱりそのパーソナルブランディングも含めて、なんかちょっとデザインも含めて、なんか相談したいという方、たまみさんにぜひですね、ご相談していただけたらと。で、たまみさんのサイト行くと無料メルマガとかもありますからね。そうですね、ありがとうございます。来週もそうそうブランディングセミナーやりますので、どうぞ。28日ですね。28日。ちょっと待って、今貼らせてください。よかったら31回のセミナーやりますからどうぞ。はい。はい。ブランディングセミナーね、ぜひ皆さんお出かけください。いいですか？はい。ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。はい、ということで、ですね、で、ここでですね、じゃちょっと本間さん、次、本間さんね、本間さん準備しといて、ちょっと、本間さん行く前に、ちょっとケーキをね、切って、ちょっと皿あるでしょ、じゃあ、その間に本間さんやっとくわ。だから準備しといて、お皿、あれここで切ろうか。はい。ドタバタしてますけどね。ちょっと本間さんいきますよ。ね。ちょっと準備したね。ちょっと待ってね。本間さんね。ちょっと待って。本間さんね。ちょっと待ってね。ドキドキしながら待ってるかな、今ね。ちょっと待ってね。はい、ということでね、じゃあ本間さんをお呼びしたいと思います。その後に食べましょうか。ちょっと待ってね。あと本間さんとね、原田さんがゲストやってますから、皆さん、ぜひね、もうちょっと見ててね。それで皆さん、ケーキ食べられますからね、もうちょっとしたら。待っててくださいね。本間さん呼んできたよ。ちょっと待って。もしもーし。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今切り替えます。はい、はい、ということで、ちょっと待って、本間さんどれだっけな、本間さんの、ちょっと待ってね、はい、そのまま待っててね、これだ。ということで、続きましてですね、アップヘア育毛初毛育毛チャンネル、ねの番組をされている本間初江さんです。どうもー。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。本間さんはですね、お店、今、どちらでしたっけ？はい、今は、横須賀のお店ですね、サロンにいます。横須賀ですよ。自社ビルですよ。ね。横須賀。それで、今、育毛、発毛ということで、アップヘア。はい。ね。育毛、発毛のための、はいシャンプーであったりとか、もちろん施術はするんですけども、シャンプーであったりオイルであったり、ブラシであったりそういうものを、発売もしてますし、施術もしてって、そういう代理店を全国に今増やしてるんだよね。そうですね、今ね北海道から沖縄まで今40店舗ぐらいあります。40店舗すごい、はい、ねでこの「自分 TV」を始めたきっかけっていうのはどんなことですか？もう各サロンさんを店舗さんの紹介をしたいっていうのもありまして、でやっぱりこのUstreamって、なんか自分、さっき水越先生が言ってたけど、テレビもすごいけど、テレビもなんか一方通行じゃないですかね。これコミュニケーションができるからね。そうそう、それでやっぱりこの前もうちまだ今度の土曜日で5回目なんですけど、もうなんか早速サロンさんにこう来ていただいてるところもあったりとか。すごいじゃないですか。そうなんですよ。だからやっぱりすごいなと思って、で、拡散していきますよね。そうだよね。でとにかくね、本間さんはまだね、まあ正直言うと本間さんパソコン得意じゃないでしょ、そんなに。そうだからもう失敗ばっかりでももうだから最初ほら本間さん、僕のね自分 TV マスター講座ね通学コースで2ヶ月の受けましたけど、僕も最初はね本間さんをね対面して教えた時に、うん、どうなることかと正直思いましたけど、でもね私も本当にもうね、うん、諦めようかなとか思ったんですけど、その時あったよね、うん、でもねすごいなんか私ね全然できないことが多いけどできることを褒めてくれるから、あできるかなって思って頑張ろうと思って、いやいやいやでもいや僕本当に実際すごいなと思っても、その熱意っていうかね情熱っていうのかな、もうそれはやっぱりこっちもね真剣にやっぱりこれは絶対できるまで伴走しなきゃって思うわけですよやっぱりね。うん、でも本当にね水越先生のもおかげさまで、なんかもう毎回失敗はするんですけど、でもだんだん慣れてきて。なんかだんだん楽しくなりました。ねえ、いやこれがもっともっとね楽しくなりますから。本当今はまだそういう余裕がね、あんまりないし、この間もね、あまりにも見ててかわいそうなんで本番中に僕電話してね指導して、この本間さんが電話で僕の応対を受けてるとこが配信されてるっていうね、そういう状態。そうなんですよね。それって初めてじゃない、この前2回目ですよね。2回目でね。でもね、そういうことがもうあってもいいです。そういうことをね、やっぱり経験して、だんだん自分でも分かっていくっていうことをね、していく中で、もうね、本間さんのね話は本当にね説得力あるし、聞いててやっぱり一生懸命伝えたいっていうの伝わってくるから、みんなも言ってますよ。本当にね素晴らしいと思いますよお話。で実際僕も本間さんのとこのシャンプーとか使わせてもらってて非常にねいいんですよ。ありがとうございます。で僕はいいものだと思ってるから広めたいなと思ってるので、ぜひ頑張ってね継続して続けてくださいね。ありがとうございます。でも本当おかげさまで、結構このサロンさんも出ていただくから、その出ていただくサロンさんのところからもこう広がっていくので、結構もう本当私は楽しみにしています。はい。ありがとうございます。なんかね、本当ありがとうございます。はい。何なんかあるの？いえなんかねいや皆さんさっきの玉美さん。なんかすごいなと思って、皆さんね本当になんかこのすごいなと思って今聞いてたんですけどね。何がすごいと思う？いやこの拡散というか、反響というか、皆さんすごいじゃないですか。頑張んなきゃと思います。そうですよ、頑張りましょうよ。でこのねみんなのやっぱり横のつながりが。自分 TV 活用塾っていうね会員制のコミュニティができたことでできましたからね、ぜひみんなで助け合って情報共有しながらやっていきましょうよ。そうですね、なんか本当にもっと皆さんと仲良くなって、で今本間さんがやってる「アップヘア育毛発毛チャンネル」は毎月第2第4土曜日の今度そうか時間変わってから今回までは14時16時からで、次回来月からは16時から、18時から、そうそうそう18時からになります。でぜひこのコメント欄に今度の土曜日でしょ？そうです、今度の土曜日です。16時からだよね。はい、あるのでコメント欄にぜひ投稿してみてください。あ、もうよろしくお願いします。ということでぜひこれからも期待してますので頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。いや素晴らしいじゃないですかね、なんか嬉しいよねこうやって次々にこうみんな出てくれるのってね。はい、ということでね、ちょっとね今コメント欄読みますね。ちょっと待って、杉山さんありがとうございます。名古屋のね杉山さんで、この間僕の名古屋でセミナーやった時にやはり参加してくださいましてね、ありがとうございます。今日の思考はまたいつもと違っていいですね、ありがとうございます。いつもと違うだけにこっちの方は汗だくでやっておりますけどもね、いつも結構気軽にやってるんですけど、ね、あ、いいじゃんね、村井さんだけに厳しい一言、仲良しね。村井さん、今日はだるくてこの時間はいけなかった。僕は水越先生の秘書ですからね、その通り。鳥海さん、ブランディングの女王の高橋民さんご登場ですということでね、清美さんの舞台裏知ってるけど本当すごいっていうのはマックさんありがとう。寺田さん、玉美さんの回の再生回数まだ伸びてるんですよということでね、すごいですねアーカイブね、配信中にメルマガ購読申請70人恐るべし、配信中ですからね玉美さんすごいです。あ、西堂さんもリンク貼ってくれてありがとう。メディカスのね、たまみさんが出た回ね、ありがとうございます。ちささん、中野さん、あ、私は本当にやってみたいなので、水越さんからちゃんと学びたいです。ぜひ、決まり、ね、来年福岡セミナーやりましょう。ね、ちささん、本当にたくさんの方が自分 TV されてるんですね。すごいっていうことね、本当、嬉しい限りですね。本当嬉しい限り、ありがとうございます。あ、カズくん、石川カズくんありがとう、ね、ダフというね、ドランクアカデミーフェスということで15人の講師が話すイベント、それに僕も出させていただきました。そこに石川さんもね出てくださいまして、そしてメディカスのゲストにも石川さん出てくださいまして、ありがとうございます。何しろ6つの仕事をサラリーマンでありながら6つの仕事をされているというね、カズさんありがとう、誕生日おめでとうございますということでありがとう。あ、村井さんも僕も本間さんのシャンプー使ってますということでね、ありがとうございます。川本さん、本間さんの商品のファンです。おー、いたよ、ね。自分 TV のおかげで商品説明がよく分かりました。これも嬉しいじゃないですか。ということで、ここでですね、先ほど村井、先生からいただきましたケーキを、ここでね、ちょっと切り分けて、試食をしたいなと思います。ちょっと待ってね。これね、はい。さあ、ケーキ入刀ですね。ケーキ入刀、どこからいきますかね。ちょっと待ってね。え？どれ？あ、これね。だって見える。あ、じゃこっち来て、こっち来て、こっち来て。はい。この位置。はい。これ見てね、これ。これ見て、これ。これ見てね。はい。いいですか？はいはい。じゃあ切ります。これ何等分すればいいんだこれ。これちょっとどけといて。見えた今。ね、ありがとう。あ、これ。あ、これちょっと、あれがついてるの。あ、じゃ、これですね。ここがなんか使えない。うん。うわー、生クリームだー。すげえ。はい。すっごい、これもったいないな、それ。まあいいやわかるけどね。ちょっと待って。じゃあ切ります。これすごい、あれも入ってる。いちごの、すごいね、このいちご。いちごの他になんだっけ、これ。ラズベリー、何？あ、ブルーベリーね。食べちゃう。今日ここへ来ればみんな食べられたのにね。これでかいね、1個。この方がいいね。じゃあこれを1個まず。足りなくなったら食べてね。で、これもう1個。いや、これ。あ、これ綺麗。これ綺麗ね。これを切ろう。落ちた。いちごが落ちた。いちごが落ちた。じゃあ、これを1個入れようか。もう1個。はい。よいしょ。よいしょ。しまった。これ入れて。よいしょ。これも。ということで、はい、ちょっと待ってね。あ、いいね、そのより。はい、ありがとう。はい、ケーキがね、ここで、はい、できました。ということで、これからね、ちょっと試食をね、いきたいと思いますけども。じゃあ、俺これがいいな。そうですね。はい、じゃあね。あ、じゃあちょっとここもう一回カメラやって。はい。はい。ちょっとね、ケーキいきたいと思います。ちょっとね、まずね、いちご。ね、ちょっと、あのね、近づけず。いや、上の方からちょっとしてくれる？下からじゃなくて、上の方から。そう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 。それでもうちょっと、そうそう。じゃあね、まずね、これ、いちごね。村井さんからいただきました。いちごでかいでしょ、これ。うん。うまっ。ケーキいきます。生クリームつけてね。これ、こうして。おいしい。ケーキ。いくよ。ここね。これ。幸せ。皆さんありがとう。いちごでかいよ、これ。でかいっすね。本当においしい。皆さんありがとうございます。いただきました。はい。ということで、あそこにさ、ティッシュがすごい後ろ。すいません。ありがとうございます。すいません。はい。ということでね、ケーキ皆さんいかがでしたか？美味しかったですよね。ごめんなさいね、本当誕生日でね、祝っていただきましたよ。あ、村井さんがね、俺の分を残しておくようにということでね。あ、畑野さん、ケーキに反応してますね。カズさん。あ、畑野さん、食べたい。箱崎さん、ケーキ入刀なう。出た、ケーキ、マックさん。みゆきさん、さすがスイーツ男子、生クリームがよくお似合いです。ありがとう。箱崎さん、いちごおいしそう。ね、いや、ほんと、あ、食べてください。ありがとうございます。あ、そうだ。はい、ということで、最後のゲスト、ね、行きましょう。最後のゲストはね、この方でございます。ちょっと待ってね。ここだ。はい。どうぞ。最後のゲスト、ね、大物。あ、これ、ずっと。ごめんなさいね。だってこれはね、これをね、出すの忘れてました。イラストレーターの川本さんに作っていただきましたメディガス人形でございます。ね、もうプロの方にね、作っていただいた孫の代まで撮っておくのね、本当ありがとうございます。ということで、原ちゃん TV パーソナリティの原田裕隆さんです。はい、原さんよろしくお願いいたします。はい。もう最近大活躍でね、原ちゃん TV、もういろんなゲストがね、たくさんね出てくれて、まあ原田さんは最初僕のセミナー、そうですね。で僕平日やってたんだけど平日は出れなかったんでね。で土曜たまたまやった時にこれだと思って出てくださった。どうでした最初セミナー出て？だから動画ってこう YouTube ぐらいしか頭になかったから、生配信とかその時点であんまりそう分かんないですね。なんで出たのセミナー？なんかやっぱりその時点で YouTube とアメブロはやってたけどやっぱり何か一つ加えたかったですよね。ビジネスで使えそうな。なるほどなるほどね。それでまあ番組を見てましたし関心はありましたね、かなり。なるほど、はい、ということで僕のセミナー出ていただきまして、そしてワンデーコンサルをね、はい、グループコンサルを受けてくださいまして、それから番組始めたということで、原ちゃん TV っていうのは昔から決めてたの？番組タイトルあんまり決めてませんでしたね。なんかベタだよね。ベタでしょ。原ちゃん TV って最初とか思ったんだけど、横田さんだ、新潟から。横田さんすげえ久しぶり。横田さんありがとうございます。もう横田さんといえばメディカツにもね、今まで2回だけ出ていただきました。新潟でもうネットアナリなんだっけ、ネットアナリストでしたっけ。ネットアナリスト、もうとにかくネットのことは横田さんに聞けというぐらい、もう大学でも、大学か、学校でもね、教えてるぐらいですからね、横田さん、素晴らしいよね。ありがとうございます。それでどこまででしたっけ。あ、だからな、あ、名前の話ね。ハラちゃん TV、 ハラちゃん TV にする前はなんかこう地域ネタみたいなのをやろうと思ってたんで、それに関するなんか名前考えようかなと思ったんだけど、長いと絶対覚えられないし、なんかインパクトある言葉ないかなと思ったら、浮かんだのが単純に周りからまあハラちゃんとか言われてたから、言われてたのハラちゃん言ってくれる人が結構いたんで、じゃあハラちゃん TV でいいやと思って、はい、ね、まあ本当でもね今思うとやっぱり合ってるよねハラちゃん。そうですね、やっぱりほら番組ってこう他の皆さんもそうだけど、何かメディカツならメディカツとか、なんかこう短い言葉でパッと覚えてもらえるような言葉つけたらと思う、それは良かったかなと思ってますよね。もう何回ですか今。33ですね。各週毎週原田さんも毎週やってるんですよ今ね。毎週やってるのはハラちゃん TV、 ココチャンネル、そして今度から中野さんの自宅でできる子育て TV ね、この3つかな今毎週やってるの。あ、そうですね。ね、はい、毎週やってるのはなかなか大変、でもね、毎週やってるとねやっぱり覚えるの早いですよ。早いけど、まあ、原田さんにはいろいろね注文があってこうしてほしいとかあるんだけどそれはねやっぱり原田さんに期待を込めて言ってるんで、そういうところも含めてね、もっとステップアップしてほしいなと。そうですね、はい、思いますんで頑張ってほしいと思います。はい、で、原田さん今どこから配信してるの？地元東区。実はUstream始めて、一時期こう会場がないっていう話をいろんな人にしてたら、なるほど。地元の FM 東久留米、まあまだ局にはなってないんですけれども、その代表の方から、ここがいいよっつって貸してあげるよっつって、まあ貸してもらったのが東久留米駅北口に。人道学園さんっていうのがあるんですね。その人道学園さんのなんつうのかな、フロアじゃないんだけれども店舗みたいなところがあるんですよ。でそこだったら夕方、まあ18時からなんで昼間使ってても夜は使えるから間入って話つけておくよっていうことで使わせてもらえるからね。はい、まあね、この配信自分 TV をするのに一番みんなが頭悩ましてるのはやっぱりネット環境なんですよ。ね、日本は本当にネット環境が素晴らしいって話さっきも出ましたけど、そうなんだけどこの自分 TV をやるときはね、Ustream でやるときはやっぱり有線 LAN が必須なんですよ。やっぱりね、無線 LAN だとどうしても不安定なので有線 LAN ケーブルだね、ポートから LAN ケーブル引っ張ってきてやると。でそうするとねやっぱ場所限られちゃうとね、どうしてもあるってね。でそれをやっぱり、ね、一つ、悩みの種なんですけれども、まあそこをクリアしていけば、まあ、どこからでもね、この本当にパソコンとウェブカメラとマイクがあればどこからでもできる、自分のテレビ局がね開局できるという、これが面白さ、ね、いうことだと思いますけども、すごいですよ、原田さん、あ、寺田さんが美味しそう、お腹すきましたって言ってますよね。来てくださいよ、玉美さんスイーツ男子いいなって言ってますけどね。本崎さん、いちご美味しそうで、あ、そうそう、横田さんはね、あ、今日大宮、もう全国回ってるから、横田さん、本当、ネットビジネスアナリストだ、そうそうそうね。横田さんも、あれだよ、毎日だよ、毎日15分ユーストやってんだよ、毎日。で、そのユースト15分やったのにすぐに YouTube に上げてやってる。まあ横田さんは独特なやり方、コミュニケーションとか一切取らないで、もうとにかくやっぱりライブでやるっていうね、ライブでやってるっていうその信頼性、それはやっぱりすごく分かってらっしゃるから。横田さんってメディカツの時2時間ぐらいなんかやりましたよね。なんか YouTube とかやりましたよね。やったよ、横田さん長かった。で僕横田さんにも呼ばれて新潟でねセミナーもやったりしてますけれども、そう YouTube っていうのはそういうUstream ってねライブっていうやっぱり信頼性があるので、そういう使い方はねぜひやってもらいたいなと思いますよね。あ、原田さんは Ustream TV セミナーの同期で、そうだ、ここでワンデーコンサルグループコンサルやった時に、そこにいたのが4人。原田さんでしょ、原ちゃん TV、 寺田さんビビットチャンネル、誰だっけ、吉岡さん、吉岡さん、ここチャンネル、もう一人中丸さん、中丸さんだけまだやってないで、中丸さん待ってますよ本当にね。もうでもその4人受けた人3人がこの人気番組ですよ。あえて言う人気番組ですね。すごいよな、すごいですね。川本さん、メディカス人形出していただきましてありがとうございます。そしてとりわはらちゃん TV ね、あ、一生成長 TV 来ました、室井さん。生成長 TV、 あ、一生成長 TV も毎週だ。ごめんごめん。そうそう。あ、そう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 。毎週毎週。僕の後です。もうね、すごいんだよ、ゲストがもう途切れなく。すごいですね。あの人の人脈、室井さんすごいよね。すごいですね。ああ、毎週やってるね、なんか頑張ってほしいですね、室井さんにもますます。あ、リムチンパスの時間なので失礼しますって今聞いてないじゃん、もしかしたらねせっかくいろいろ言ったのに、まあいやいやということでね、原田さんもこれからどんな番組を目指してますか？はいはい、もう少しこう地元の人も呼びたいし、うん、なんていうのかな、もともとやりたい、伝えたかったのはやっぱりなんかこう地域を元気にしたい、うん、番組を通じて。で、僕は東久留米市商工会で理事もやってるし、印刷のグループの会長もやってます。なのでやっぱり地元好きですよ、うん、関心もあるし、うんうん、そういう人って世の中にたくさんいて、うんうん、少しでも地域を良くしたいっていう人がたくさんいるんですよ。そういう人をできるだけ呼んで、ね、その人たちの地域が少しでも元気になってくれればいいかなって思いますよね。はい、それで今ね、ちょっと最初に紹介するの忘れましたけど、これです、原ちゃんの仕事。はい、ステッカー、シール、この自分 TV って書いてあるでしょ、これ、原ちゃんのところで作りました、シール印刷を原ちゃんはやられてるわけですよ、ね、で私もこのシールを作ってもらいました、自分 TV とかね、うん、ぜひご用命がありましたら、ね、よろしくお願いします。原ちゃん TV、はい、原ちゃん TV じゃねえ、原田シール印刷所やからね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、これからますますの、そうですね、ね、活躍を期待しております。頑張ってください、原田 TV、ありがとう。どうもありがとうございました。失礼します。はい、食べてください。甘いも好きでしょ。ね、お酒飲めないのばっかりだからね、俺の周りは本当。俺も含めてね。しすいさん、しばらくトラブルで見れないでいたらいつの間にか原田さんがこんばんはということでね。はい。ああ、ありがとうマックさん、いくつかスクショ撮りますよ。もういつもね撮ってくれてね、本当ねありがたい、マックさんね、感謝してます。寺田さん、原宿のセミナー過去、あ、去年の10月でした。早いわ、あっという間に100歳になっちゃう。でも100歳まで綺麗に入れるね、美香さんのとこ行けばということでね。そうか、もう去年の10月で1年ね、早いね。あ、畑野さん、今日も歌ってくれるのかな、そこまで言われたら、ね、歌いましょうそこまで言われたら、ね、実は待ってたんですよ、ね、やっぱ自分 TV 特集で私は今日が、まあ、55歳という誕生日もありますからね、ちょっと1曲ね歌わせていただきたいと思います。ですね、これは、メディカスバンドといえば「キャッチャーウェイ」ということでね、私の作った30代に作った、曲、メディカスバンドの1曲目入っておりますんでね。あ、はるちゃんさ、そこにさ1枚 CD あるんだけど、1枚っていうかその何枚かあるじゃん、それちょっと、あ、そう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 、これがですね実はメディカスバンドのね、ちょっとこれ撮ってもらっていい？はい、メディカ、ちょっと待ってね、ですね、これメディカスバンドのベスト、メディカスバンドザ・ベストということ、これかっこいいでしょ俺、これね、真ん中に映ってるのは私ですからね、で左から、山口拓郎さん、田村真二さん、そして私、そして金光サリーちゃん、向井邦夫さんというメディカスバンドのメンバーがジャケットにかっこよく写ってますけども、メディカスバンドベスト、この間のねメディカスバンドのライブの時に、VIP 席を予約された方と早張りで、早くね予約してくれた方には差し上げましたけど、これがあと何枚か残ってます。これ2000円で販売しておりますので、もしねご興味がありましたら、ベストということで1枚目のアルバムに入ってない曲も何曲も入ってます。ぜひですね、これご購入いただきたいと、あと数枚ありますんでね、よろしくお願いします。あ、いけない、これ買えなきゃいけない。ちょっと待って。はい。ということで、メディカスバンドのですね、キャッチャーウェイを最後に聞いてね、お別れしたいと思います。キャッチャーウェイごめん、ちょっと音を狂ってた。これがね、生のいいところでね、ちょっと待ってね。ケーキ美味しかったね。美味しかったです。村井さんありがとう。ちょっと待って。ちょっと待ってね。でこれからもねメディ活は、続いて来年はですね、来年の、6月はですね300回ということで、来年の6月で300回記念を計画しておりますので、ぜひですね皆さんイベントにも出てきていただきたいなと思いますんでね、ぜひ来年の、6月メディカスバンド300回記念出てきてください、ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、キャッチアウェイ聞いてください。大丈夫かな、まだいるかな。はい、ですね、キャッチアウェイをね歌わせていただきました。もう記念すべき誕生日の日ね、皆さん本当にねたくさんのコメントありがとうございます。もう嬉しいです。神戸さんいいね。はらちゃん TV 工場配信が懐かしい。カモさん、会社の名前もハラちゃんシールがいいと思います。あ、ハラちゃんシールね。あ、なるほどね。面白いね。畑野さん、シール作りたい。どこにアクセスしたらいいのって言ってますよ。今、返事書いてます。原田さんはね、一生懸命頑張ってます、今。玉美さん、マックさん、ご紹介ありがとうございます。鳥海さん、水越さんの生歌始まります。ありがとう。村井さん、15本目のありがとうが聞きたい。今度歌います。マークさんまだその CD 聞いてません。ぜひね、パソコンに落として聞いてください。池上さん、最近車に乗ったときは必ずメディカツベスト聞いてます。ありがとう。赤井さん、ただいま参戦です。遅くなりました。ありがとう。畑野さん、了解、ググります。ありがとうございます。甲斐さん、水越しのおめでとうございます。ありがとう。キャッチアウェイ、いい歌ですよね。田波さん、ありがとう。甲斐さん、この曲大好き。ありがとう。あ、大は入ってなかった。この曲好きです。ありがとう。畑野さん、水越さん、素敵なお誕生日でしたね。おめでとうございます。今日の歌も素敵です。ありがとう。村井さん、水越くん、今日は宣伝してくれてありがとう。寺田さん、ブラボー。川本さん、キャッチアウェイ、歌詞とメロディーがぴったり、ありがとう。みゆきさん、素晴らしい歌声、ありがとうございます。ありがとう。畑野さん、イエーイ、ありがとう。箱崎さん、パチパチパチ、ありがとう。池山さん、うまい。今日が一番出来が良かったよ。ありがとう。ということで、皆さん、本当にありがとうございました。また、自分 TV のね、ゲスト、今日ね、現地でも行ってくれました、トリームさんね、原田さん、ありがとうございました。そして、スカイプで出ていただきました、寺田美香さん、中野美紀子さん、高橋珠美さん、実堂良介さん、そして、本間初江さん、どうもありがとうございました。本当にね、たくさんの方にご出演いただきまして、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ご協力いただきましたことを感謝申し上げます。で、これね、やっぱり自分 TV ってこうメディ活がもともと始まりですから、これを皆さんに見ていただきたいというところから始まったんですけども、たくさんのね、仲間がこうやって増えてくるということは本当に嬉しいことなんで、このメディ活もね、やはり先頭を切ってね、いい番組になるよう頑張っていきたいと思いますんで、これからさらにですね、応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日は、じゃあこっちへ来ていただいてね、最後に、メディ活ポーズをですね、やりたいと思いますんでね。開運メディ活ポーズ、これで皆さんやってくださいね。これをやると夢叶いますからね、こう入ってね。鳥さん、もうちょっとここ座ればいいじゃん。じゃあいいよ。カメラに向かってね、皆さん、開運メディ活ポーズやりますよ。これをやると夢叶います。私も55歳になりましたけども、夢はたくさんまだまだありますんでね、その夢を叶えるためにも、メディ活頑張って続けていきます。あ、寺田さん、一緒に歌ってくれてありがとう。鳥海さん、ありがとうございます。あ、これ、はずかさんですね。偽装してつぶやいてますけど、しゅうすいさん、素敵な歌声ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。水越さん、CD をパソコンに入れてみる。そうします。ありがとう。あ、横田さん、ありがとう。水越さん、お誕生日おめでとうございます。今日は時間があったら寄ればよかったな。いやー、寄ってくれればよかったのに。ということで、また会いましょう。さあ、最後にメディ活開運ポーズいきますよ。じゃあ練習。開運の夜を楽しむには、メディ活ね、皆さん、もうこの2人はもうよくよく分かってますね。じゃあ、カメラの向こうの皆さん、初めての方もいると思いますけどもね、これ一緒にやってください。夢叶いますよ。いきますよ。火曜の夜を楽しむには、メディ活！ありがとう！ありがとうございました。来週も続きます。メディ活、そして自分 TV ね、今日出てくれた方々の自分 TV もぜひ皆さん見てください。そして応援してください。よろしくお願いします。かいさん、嬉しいご縁をつなぐ自分 TV 増えるといいね。ありがとう。しすいさん、かいこ先生もいらしたのですが、遅くなりました。こんばんは。ということでね。ということで、メディ活、また来週やりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは、メディ活、また来週お会いしましょう。素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さよなら！ありがとう！自分TVまたー！